皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、 B アイドルから新しく発売のジュルルングロスの新色2色を紹介していきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。ということで早速紹介していきたいと思うんですけど、 B アイドルからはこちらのジュルルングロス01番のヌードスキンというカラーを春に発売して、まあこれは透明なんですね。もう本当にケア目的で作ったもので、上から塗っても可愛いし、しっかりケアもしてくれるみたいな感じで、もう私が今ないと無理なグロスになってるんですけど、こだわりで言うと結構サラッとしたテクスチャーで、あんまりベタベタしない、とにかくしっかりケアをしてくれる、一本ないと無理みたいな透明グロスを作りたくて作ったんですけど、ありがたいことにすごい皆さん使っていただけてるので、カラーものも出していこうということで今回作りました。はい、カラーはこの2色になります。容器にも色をつけました。かわいい。まず02番紹介していきまーす。こちらですね、02番のお泊まりピーチ。こちらはですね、ピーチと言いつつもちょっと秋冬っぽいブラウンっぽいカラーになってます。出してみるとこんな感じ、かわいい。しっかり固めて出すとちょっとブラウンっぽいんですけど、伸ばすとピーチっぽいカラーになっていくので、ピーチっていう名前にしました。B アイドルには、ツヤプルリップとムチリップっていうリップがもうすでにあるんですけど、ものの違いで言うと、ツヤプルは1本でプランプアップ効果もありつつ、色持ち効果もありつつ、あとツヤっとプルッとみたいな感じで、質感で言うと、ツヤプルの方がちょっとこっくりとした感じですね。で、まあ、ムチリップと比べるともう全然違うんですけど、ムチリップはティントで色持ちがいいっていう感じなんですけど、こんな感じでマットな質感になってます。なのでまあ3つとも全然違うかなって感じ。今回のこのチュルルングロスの色付きは全くティントとか色持ちとかそういった効果はないので、もう本当に上から塗るグロスって感じですね。なので色持ちとかを重視したい方は下に何か塗っていただくのがいいと思います。なのでティッシュオフしちゃうとこんな感じで落ちちゃうので、ツヤプルとかねムッチは結構色が残るんですけど、ちょっと色が全く残らないので、色持ちを重視する方は下に必ず何か塗ってください。ということで02番早速塗っていきたいなと思います。でちょっとさっき塗った透明のチュルルンは一応オフしますね。なんか髪の毛溜めてどんな色が似合うのか、ま、もう忘れちゃった。明るい時に撮影とかしてるから似合うかな本当に今染めてきて帰ってきて動画撮ってるんでね、緊張するわ。なんかじゃあ塗っていきます。一塗りだとこんな感じ、すごい透け感があるので、いつもだって選ばない色を使ってもらっても透け感があるから挑戦しやすいと思います。で重ねるとこんな感じ、もうちょっとブラウンっぽく発色されるかな。マジで使いやすい秋色って感じ。ちょっと今日チーク青み系のチーク塗っちゃってるんで、ちょっとちぐはぐかもしれへんけど、どうでしょう。02番です。なんか可愛らしいっていうより今回ちょっとおしゃれカラーを選びました。まあ、でも本当になんか秋っぽい使いやすいカラーが作りたくてこの色作ったんですけど、そうなんかチュルルングロスね作ってる時に思ったのは、あんまり濃い色を入れると結構こう筋になっちゃって、テクスチャー的にちょっと難しかったから、結構色作り難しかったんですけど、濃さは一度塗りとか二度塗りとか三度塗りでだいぶこの発色の仕方変わってくるので、自分好みにできると思います。でさっき言い忘れたんですけど、チュルルングロスの特徴としてこういう縦じわとかも目立ちにくくするためにちょっとスースーする感じにしてるので、めっちゃ痛いとかはなく若干こうスースーするなっていう感じなんですけど、ちょっとでもスースーとかヒリヒリするの苦手っていう方はもしかしたら苦手かもしれない。プランプアップとか好きな人はすごいぴったりなグロスだと思います。でなんでお泊まりピーチって名前にしたかっていうと、ツヤプルの名前はあんまりルールないんですよ最初こんなに私商品増えていくブランドになると思わへんくって、とりあえずずるいピンクとコナレベージュとアザトレンジとホットカナレレッドみたいな感じで名前つけたから、あんまりツヤプルの名前になんかこうテーマがあるわけじゃないんですけど、見たまんまの感じで自分がつけたい名前とか、まあこういう時に使ってほしいなみたいな感じでつけたんですけど、でムッチリップは名前がね、こっそりピンクとか冬打ちレッドとかジラシプラムとかって、あのキスのシチュエーションの名前をつけてて、今回はまあ01番をヌードスキンにしたからもう全部無視して、もう日本語の名前とかそういうシチュエーション系の名前はやめようかなって思ってたんですけど、でも B アイドルのリップってなると絶対それ一つの強みじゃないけど B アイドルらしさかなと思って、なんかやっぱつけたいなということで、02番からはデートのシチュエーションの名前をつけております。今回なのでちょっとね、重ねるとしっかりこうおしゃれな感じの色になるんですけど、まあ、1回塗りぐらいだとすごいナチュラルな感じになるので、お泊まりの時にほんのり色が欲しい時とかにピンクとかのお泊まりリップみたいな
結構あるけど、なんかもう本当に唇の色に近いような色ってなかなかないかなと思ったので、これをあえてお泊まりピーチっていう名前にしました。では03番紹介していきます。こちらですね、03番のディナーチェリーというカラーになります。カラーはこんな感じ。意外とチェリーっていう名前まだ何にもつけてなかったので、つけたくて使いました。02番のピーチと比べるとこんくらいの色の差ですね。こんな感じ。今回ちょっと分かりやすくイエベっぽいカラーとブルベっぽいカラーで2色とりあえず作ってみました。でもなんかあんまりパーソナルカラーにとらわれることなく使いやすいかなと思ってて、っていうのもすごい透け感があるので、普段選ばへん色とかも使ってみてほしいなって私的には思ってます。ではこっちも塗っていきます。さっと塗るとこんな感じ。今日のメイクにはこっちの方が合ってんな。で重ねて塗るとこんな感じ。結構青み感もありつつ、でもなんか使いやすい。私も青みすぎると結構浮いちゃうので、程よいところを狙って作りました。はい、03番のディナーチェリーこんな感じです。可愛いですよね、この色もめっちゃ。どっちも好きやけど、髪の毛茶色かった時はピーチの方がしっくりきたけど、今日ちょっと暗くしてきて、こっちの方がしっくりきてるかもしれん。まあ今のメイクにもよるのかな。今日カラコンもね、キャットリングつけてるからちょっとどっちかというとこうブルベメイクっぽい感じの仕上がりになってるからなのか、なんか今はこっちの方がしっくりきてるんですけど、まあでも本当に普段使わない色とかもすごい使いやすいものになってるし、何よりもこのグロス見た目もめっちゃ可愛いんですけど、本当にケアがしっかりできるってところがアピールポイントっていう感じで、本当何回塗り直しても唇の治安がどんどん整うって感じで、普段なんかリップレビューとかしてると結構しんどかったり、唇がねこうちょっと荒れてきて皮むけとかするんですけど、これに関しては何回塗って落としてってしても大丈夫っていうところが私の好きなポイントかな。色持ちとか重視するんだったら、まあもうすでにまあツヤプルとかムチリップとかもあるから、下にこういうの塗っていただいてっていう感じで、チュルルンに関してはなんか塗り直しだったりとか、塗っても可愛いっていうのはもちろん、名前もチュルルングロスっていうぐらいだから、このチュルルンの感じがね可愛いところなんですけれども、まあ、それよりも今回ちょっとこの塗り心地とかケア感っていうのを結構皆さんに体験してほしいなって思ってます。でなんで03番はディナーチェリーにしたかっていうと、まあちょっとなんかディナーの時とかに塗ってほしいなっていう、本当に素直な感じです。今回はディナーって言ってもあのあれやで、居酒屋とかじゃなくて、こっち系こっち系のちょっとこうおしゃれな綺麗なお店とかで、そういう時って私結構黒のこういうタイトなお洋服とか綺麗めなワンピースとか選んでいくんですけど、そういう時になんかつけたいカラーかなと思って今回つけました。でなんで今回そのカラー面をデートのシチュエーションの名前にしたかっていうと、グロスってどういう時に塗るかなって思った時に、なんかちょっと気合い入れたい時とか、写真撮り直す時とかさって塗ったりとかするし、女の子が映画とかでもそうやけど、ドラマとかでも出てくるグロスを塗り直すシーンってなんか一つのスイッチかなって私は思ってて、気合い入れるスイッチだったりとか、可愛く見られたいとか、なんか本当に一つのスイッチかなっていう。でまあそのスイッチを入れるっていうので分かりやすいので言うとデートかなと思って、デートだったらいろいろシチュエーションの名前浮かびそうだなと思って、今回はデートのシチュエーションから名前を引っ張ってこようかなと思ってつけたんですけど、こっからこの2色が人気が出てくれたらどんどん色も増やしていきたいなって思うんですけど、皆さんのこういうシチュエーションの時に塗るカラー欲しいみたいなのあればぜひコメント欄で書いてほしいなって思います。なんかね、いろいろねこの名前考えてる時も打ち合わせは LINE でしてたんですよ、 B アイドルのスタッフさんと。このカラーに合ったデートのシチュエーションの名前をいっぱい送り合って、なんか出てたのはお散歩ピンクとかあと河川敷オレンジとかも出てたな、放課後ピンクとかなんかいろいろ出てたんけど、今回は一番ぴったりなお泊まりピーチとディナーチェリーっていう名前にしたんですけど、まあリクエストとかあればぜひ教えてください。で私この一色で塗るのももちろん好きなんですけど、最近絶対に一緒に使ってるのが、まあもう皆さん動画見てくださってる方はもうめっちゃ知ってるものだと思うんですけど、ワンワンペンシルのこの101番、これとの組み合わせが超可愛いので、ぜひ一緒にやってほしい。こんな感じでオーバーリップにして、チュルルングロスってやっぱチュルチュルやから、オーバーリップにするとやっぱここがね、緩いから、そんなにこう、くっきりできないし、んーままってやると、リップラインがずれちゃうから、チュルルングロス塗る前に、ワンモアでオーバーリップにしてから、ピーチだったら、こんな感じで塗ってあげた方が綺麗にリップライン取れておすすめかなって思います。分かりやすいように左右比べてみよう。ピーチやったらこんな感じで、チェリーやったらこんな感じ。
ワンモアのこの101番の色味的にマジでどっちも合うので、本当に唇に一番馴染む色っていうので、101番は作ってるので、ワンモアと一緒に使ってほしいなって思います。で、まぁ、ツヤプルに関してはね、重ね塗りすると、まぁ、これ一番人気の愛されピンクっていうカラーなんですけど、ツヤプルに関しては、一色で塗ってツヤっとプルッとしてくれるので、これ一本で十分かなとは思うんですけど、さらになんかプルッと感とか、あとツヤプルよりもさらにケアしてくれるものになってるので、もうちょっと上から塗り直しでケアしたいなっていう時とかにこんな感じで重ねてもらって、ちょっと色味は変わっちゃうのでニュアンスチェンジ的な感じで使ってもらうといいかなと思うけど、ツヤプルに関しては1本でいけるっていうのがいいところでもあるので、めっちゃ重ね塗りがおすすめですっていう風には思ってないんですけど、ムチリップに関してはムチリップもじゃあちょっと人気のこのこっそりピンク使っていきますね。あ、でムチリップは塗る前にこの01塗ってから塗るとすごい綺麗につきます。チュルルンのヌードスキン塗ってからムチリップつけるとすごい唇ケアしてからいけるからすごい綺麗につくんだけど、こんな感じでマットに仕上げるやん。で、上からチュルルンを重ねてあげると、なんかちょっとこうムチリップのこのマットな縦じわ感みたいなのを透けさせて、で、こう上からツヤっとさせて、なんかすりガラスみたいな感じになって、これはこれで可愛いなって思うし、まあムチリップ乾燥しにくいマットリップではあるんですけど、やっぱマットリップなのでちょっと上からこう保湿感欲しい人とかにはすごくおすすめやし、ムチリップかなり色持ちのいいリップになってるので、色持ちはムチリップでさせて、で上からこのチュルルンでちょっとチュルンとさせるのも可愛いかなと思いますね。なのでまあ一緒に使っていただくならワンモアペンシルとかムチリップの方が私的にはおすすめかなって思う。一緒に使った方がいいですかみたいなことを聞いていただけたので、私的にこうじゃないかなっていうのをちょっとお答えさせていただきました。はい、っていう感じで、まあ今回はね新色が2色だけなのでちょっと動画短いんですけれども、チュルルングロスから新色が2色登場するということで、いつも通り B アイドルの公式オンラインは10時からで、いつも通り置いていただいてるようなバラエティショップだったりね、イオンさんとか、あとはドンキホーテさんとかね、いろんなとこで今回も取り扱っていただいておりますので、ぜひチェックしてみてください。でも本当にチュルルングロスリピーターさんがすごい多くて、何回も使い切ってくださってる方が今年発売したものなのにすごいたくさんいらっしゃるのが嬉しいし、本当にケアリップとしてめちゃくちゃ自信のあるリップなので、まあでもちょっと透明だったら買う気にならなかったなっていう方はぜひ色付き今回チェックしてみてください。はい、ということで今日はですね B アイドルの新商品、こちらのチュルルングロス新色2色を紹介させていただきました。この動画良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。